はい、ワンピースが大好きな神木です。今日もこちらの方が、スタンバってくれております。はい、ありがとうございます。もっちです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、楽しいですね。いろいろ、まあ、ワンピースの空白の100年であったりロックス海賊団とか、はい、そのあたり、深い話をしてきたわけなんですけれども、はい、何やら今日はもっち先生から持ち込み企画があるそうで。はい、そうなんですよ、はい、なんかワンピースの、まあ、考察、はい、まあ、メインチャンネル全然動いてないメインチャンネルとで、はいはい、ライブ中心に、はい、ライブ中心にやってるこうセカンドチャンネルと、はい、それとは別に自分会社で YouTube をやってるものですから、はいはい、まあ、いろいろどういうのが流行っててどういう、ね、うん、動画がいいのかみたいななってる中で、うん、今ちょっとこう波に乗れつつあるかなみたいな、もう全く関係ないチャンネルがあるんですけど、はいはい、でそれ何やってるかっていうと、うん、AI で、例えばイラスト生成したり CG を生成したりして、それをこうコンテンツにしていくみたいなで、まあ、一生懸命頑張ってやってるんですけど、はいはい、でその CG イラストとか CG を作るんですけど、うんうん、それワンピースの名シーンとかを CG にしたらどうなるんだっていう、なるほど、それをなんかいろいろやってみたらなかなかこう興味深い写真っていうのがいろいろ出来上がりまして、はいはい、今だからこそって感じしますね。なんかこう昔でちょっと作れなかった。あ、そうですね、昔だったらなんかめちゃめちゃお金かけて作ったみたいな話なんでしょうけど、なんかそれをこう神木さんともこうやって、うんうん、あのコラボをお誘いいただいた時にこういうこと、はい、持ち込みたいんですけどって言って、はいはい、で神木さんから CG にしたい、はい、名シーンっていうのをここぐらい、はい、教えてくださいって神木さんにお聞きして、はい、選びました。その写真はまだ完成したのはまだ見せてないっていう、はい、そうですね、状況なんで、それをこう一つずつ紹介していって、はい、感想を言い当たりしたら楽しいかなっていうので、はい、楽しみ、エンジョイ、エンジョイ系のエンジョイ企画ですね、はい、エンジョイ企画でございます。楽しみだな。まあもう早速いきますか。そうですね、どんな感じかっていうのどんな感じかわからないと思うんで、まず一つ目として、はい、まあ、私も5枚6枚用意しました。で神木さんから、はい、あのリクエストもらったのも全部 CG 化して、うんうん、あの、はい、あります。でまずはじゃあ私のまずは紹介していきたいんですけど。わかりました。まあ1枚目は一番わかりやすく、この帽子をお前に預ける、はい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 、あの名シーンあるじゃないですか、第1話の、もう、はい、もうみんなこのセリフだけで 絵が浮かぶじゃないですか、うんうん、子供の頃の泣いてるルフィが、ね、はい、うつむいてて、うんうん、でそれにこう中腰で優しく、はい、こう帽子をかぶせる、シャンクスそれを横からで背景真っ白で、はいはい、もうまさにこの第1話の一番の名シーンなんですけど、これを AI に、ね、お願いして CG 化。それ AI に CG っていうのは文章で指示するんですか。そうですね、いろいろこうなんか文章だけだと本当ぐちゃぐちゃになって何にも伝ってねえみたいなのがあって、その指示の出し方とかっていうのがまあ企業秘密なわけでございますけども、それをなんかまあうまいことこう試行錯誤を重ねていってできたのがこちらです。はい、どう出ましたかっこいいシャンクス。一応でちょっと若干、まあちょっと帽子はないですよね、麦わら帽子がね。いや、しかしこのシルエットはめちゃくちゃそのままですね。シルエットそのままですよね。帽子がなくなっちゃってますね。なんか指さしてんだよな、わけわかんないけど、何なんだろう。ここに隠れてるのかもしれないですね、ちっちゃい帽子が。で靴履いてんだよな、なぜか。すごい青空、綺麗。青空が綺麗で、なぜかなんか最新のなんかスニーカーみたいなの入ってんだよな。ちゃんとコートも、そうですね、マントも一応やってますね。なかなか、なるほど。でもまあ、はい、何のシーンかって言われたらそのシーンですね、完全に。そうですね、これ100人に聞いたら90人ぐらいは ね、あのシーンなんじゃないのっていう。なるほど、すごい。わかるんじゃなかろうかと、はい、まあこんな感じですね。ぶっちゃけ言うとこれうまくいったパターンですね。あ、なるほど。全然きついのもあるんで。とりあえずじゃあパンパン行きますか。はい、まあ AI 発展途上ですからね、今発展途上でございますんで、ね、しかしすごいっすよね。僕もチャット GPT とかさってすごいなと思いましたね、はい、あ、そうっすよね、こんなにすごいかみたいな、うんうんうん、ね、なんかビジネスとかでもね、ガンガン使ってるところが多いんですよ、うんうん、じゃあとりあえずウソップ行きましょうか。はい、ウソップ CG にしたらどうなるのっていう、はい、ドーン出たなんかオイル入れられてません鼻から。いや、わかんないっすよこれ。鼻からオイル入れられてる感じがする。いや、なんでこうなんだ、自分でやるんですね、こう。なんか自分でやったんだろうね。だから現実世界にそんな鼻が長いやつなんて実在するわけねえだろっていう AI の判断なんでしょうね、多分。でしかしやっぱりマスクはソゲキングをオマージュして、なんかソゲキングのところでしたね。色合いがしっかり出てますね。まあ、ウソップだっていうことは、まあ色合いはね、完全にこれモザイクかけたら絶対にウソップなんで。そうですね、今度は頭の部分もちゃんとなってます、ね、ちゃんと再現されてる。
ボディーペイントなんでしょうけどね、これフェイスペイントみたいな感じだっていうのかな。なんかちょっとそばかすあるのがいやらしいですね。なんか女性と男性なんか変わることあるんだよな、確かに。この鼻をサポートして持ってるのがいいですね。いやちょっとこんな感じで続いてが、まあ私この自分のチャンネルでも言ってるんですけど、トムさんがとにかく大好きで、あ、はい、まあ、男ならトントやれみたいなね、うんうん、あれがかなりこう人生の教訓とかにもなったりするんですけど、はいはい、まあ、トムさんを、まあ、あれ現実世界ではまあいるわけないじゃないですか、化け物じゃないですか、まあ、巨人なんで ね、まあ、ね、それが CG がどう判断するのか AI がどう判断するのかっていうところがこちらでございます。おまあ分かんないではないけど、分かんない、分からなくもないけどっていうその辺が分からなくもないっていう感じしますけど、そうですね、口当たりの開き方でなんとなく色合いと、ま、何ですか、ヒゲですかこれ。いや、ヒゲでしょうね。なんかドーナツみたいなものがついてます。ドーナツみたいなついてますメカニックだな、そして首の部分で、あ、そうですね、どっちかっていうとフランキーとかどっちかっていうと顔の小ささとかもなんかフランキーなんだよな。確かに確かに、はい、これは幸せそうではないですね、これは。そう、笑ってる時のトムさんじゃなくてあのやっぱり男ならどんとやれとか男ならどんと胸を張れ自分の作った船にみたいなところを多分あの突き返しの槍、槍を突き抜いたところの、はいはいはい、あ、そう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 、森を森を脱いで抜いて高らかに宣言した時のやつなんてこの表情になってるんですよね、多分。なんだよ、すごいな。いや、なかなか実写版もね、いろいろ進んでて、あ、そうですね、これもありますよね。もしそのトムさん早くいなかったらこれで行かせていただきます。そうですね、これでこの人探しましょう続いては、まあ、あとあの私が好きなキャラクターっていうのが、まあ、トムさん、ワイパー、フィッシャータイガーなんですけど、で、まあ、はいはいはい、フィッシャータイガーとかはなんかちょっと時間なくてできなかったんですけど、ワイパーは一応ワイパーで、まあ、ワイパーはいわゆるそういう魚人でもないし、ちゃんとした、うんうん、人型でございますし、うん、で、まあ、一番好きなセリフが大地は負けないってもう言い切ったところ、はいはい、あそことかなんですか。ワイパーか、ワイパーかっこいいっすよね。めちゃめちゃかっこいいんですよ、ワイパー。男が憧れる体っていう感じがするもんな。フィギュアも一個あったんですよね、ワイパーのフィギュア。めちゃめちゃかっこいい、造形王のやつ持ってます、ね、僕も。あ、持ってます。あれで僕もフィギュアハマったっていうか、すげーって初めて思った気がしますね。あ、本当ですか。はい、わ、嬉しい。俺もあれもう完成形だと思ってますね。すごいですよね、あれ。めちゃめちゃかっこいい。あれワイパーらしさが出てて、細部までかっこいい、バズーカ。そういったものが見れるんでしょうか。来ましたね、はい、見ていきたいと思います、はい、ワイパーAI はあのあんなやつはいないと。で、一応なんか歴史の中に多分こんなやついたんだみたいなことで多分兜のやつをチョイスしたのかな。大地は負けないって言ってるつもりなんでしょうけどね。大地は負けないって言ってるつもりですね。大悟は負けわかんない。でこのヘアスタイルとかは比べてみるとかなりこう似てるんですよね、この三角部分ありますんで。で、でも僕てっきりそのタトゥーがたくさん入った住民とか、なんかその辺のこう、はい、やつが出てくるのかなと思ったんですけど、結構なんか現代的なマーベルに出てくるのかな。いや本当ですね、現代的なんだよな。俳優さんはもうこの人でいいんですけど、ただこの人に仮面じゃなくてちゃんとあの入れ墨をちゃんとつけてあげれば、ね、頭のやつを取ったらよかったのかもしれない、ね、頭のやつ取って入れ墨ちゃんと顔に入れてあげれば、ちょっと貴族になってますもんね。なんか貴族になってんだよな。なんか剣闘士になってんだよ、ドレスローザの。しかしこれなんかびっくりマークでごまかしてる感じがありますね。勢いでどうにか大名もげないみたいな大名もげないって言ってますね。面白いなるほど。まあ、ちょっとお気づきの方もいると思うんですけど、なんかこの、はい、あ、ちょっとまだ分かんないか、一人で映るのとあの、はいはい、2人以上とか3人とか、うんうん、込み入った CG を作らせるので、はいはい、圧倒的に1人の方がやりやすいんですよね、はい、うんうん、で2人でさっきかなり特殊な例で麦わら帽子をこう、うん、上げるルフィっていうのは、はい、あれかなりの成功例なんですよ。だから、あ、そうなんです、ね、言ってみればで、うんうん、本当はこうなるっていうのをちょっとお見せしたいんですけど、はい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 、その頂上戦争の一番の盛り上がり、うん、コビーが殺され杯に殺されそうになる、うんうん、それをシャンクスがこう急に出てきて止めるって、うんうん、あの伝説のシーンあるじゃないですか。かっこいいシーンですね。一枚の絵でページめくったドーンのやつがあるじゃないですか、うんうん、あの AI にお願いしたら、まあ、こうなったっていう話なんですけど、はい、まあ、3人以上いますからね、あれね。まあそうですよね、杯とコビーと。まあでもどうやってもかっこよくなりそうですけどね、あのシーンは。もうめちゃめちゃかっこいいところですからね、うん、そんな難しくもなさそうですからね、
そうですね、人と人が刀でやってる止めるみたいな感じのとこなんで、はい、楽しみですね。じゃあちゃんといるんですね、3人。いや、3人いないです、2人です。3人いる見てみたいと思います。来た何がどうなんですかね。いや、だからシャンクスが刀をってことなんだろうな。マグマは表現できてますね、マグマ。あ、確かに確かに。ゾロっぽいですもんね、逆ゾロっぽいし、ドンとマグマは。ドンは頑張ってますね。この上のドンが怖いですね、もう。怖いな。ドンの圧力でこう、行こうとしてますよね。まあ、杯の恐ろしさは出てるんですけど、シャンクスがもうこれ女性で旗振ってて、もう全然なってないんですよね。黒いマントを旗にしたのと、であと刀っていうのが攻撃性があるものだからあんまり認識されないようになってるとかなんですかね。ああ、かもしれないですね。だからこの旗の持つところみたいなので表現されてて、で後ろ姿だから男か女かも分かんないけど、はい、まあ女性って判断、髪の毛が長いとか赤いとかで表現されたっていうことなのかな。これ難しいですね、何のシーンか当てろって言われたらこれは分かんねえだろうなこれ難しいな。これも面白そうですね。これが何のシーンか当てろっていうゲームも確かに面白そうですね。そうですね、そう言われてみれば。ドン頑張って、上がもうすごいですもんね。ドンがもう、ドンがすごいですよ。ドドドドドン。テトリスみたいにこう重ね合わせて。あ、どうだったっけかな、原画、あの 原作、あの上の部分マグマだったかな。あ、もう上はあれだわ。あ、そうですね、マグマっすね。マグマを表現しようと思って、うん、で下のドンからちょっと素材を借りたのかな。借りたんですねで、まあ確かにこれ旗に見旗振った、コビーが旗振ってる判断でシャンクスはもしかしたら認識されてないのかもしれないですね。これこの感じ、いや、シャンクス認識されてねえわこれ多分。コビーだ、この旗あるじゃないですか、 黒にレースついてるじゃないですか、はい、白いレース、はいはいはい、これがシャンクスのあのシャツじゃないですか、いわゆる白いシャツ。あ、なるほど、本当だ本当だ。女の子がこのコビーじゃないですかね。で旗持って振ってると思われたってやつ。確かに黒いところはシャンクスのマントそのままですもんね。マントとシャンクスがこうやってやっているその白いシャツ。だからシャンクス本体はもう全部レースですね、これレースがシャンクス。いや、これ分析するのも面白いな。で、まあ俺が一応俺のは以上。あ、まあ1本かあるですね、はい、これは結構成功例。まあ、はいはい、この戦争を終わらせに来たのシャンクスなんですけど、この戦争を終わらせに来た麦わら帽子拾って、はいはいはい、あ、本当だ。これはなかなか。ただなんでフードかぶってんのってしかも雑巾生地ですね、これ。雑巾生地のフードなんでかぶっちゃったのっていうのはあるんですけどでもなんかやりたいことはわかりますよね、まあ、やりたいことわかるし、めちゃめちゃ俳優さんもいいですよね。俳優さんではないんですけど、もう完全にシャンクスですもんね。麦わら帽子を表そうとしてるのもわかります。麦わら帽子もわかるし、うん、かっこいい。これがなかなか。いや、どうすか神さん、ここまで。いや、面白いですねで、なんか無駄に映像は綺麗じゃないですかそうなんですよ、めちゃめちゃ綺麗に画質よくこう作ってくれるんですよね。画質がいいから面白いっていうのもあります、ね、なかなか面白いのが。続いてはじゃあ神木さんからリクエストされていたのをじゃあ発表していきましょうかね。まあじゃあカラーで送ればよかったですね、僕のも。あ、いや、でももうそれをあのカラーだとしたらって調べてカラーで作ってもらいましたよ、はいはい、あ、ありがとうございます。じゃあ僕の一発目は何でしたかねまずあの、はい、俺の中で順番を決めていくんですけど、はいはい、まずそのかっこよくできたのからなんか紹介したいなっていうのがまずありますね、はい、まあ桃之助ですよね。あ、これ桃之助ね、のこれな一番かっこいい、あの和の国の戦いが終わっていい、もう成人化してて光月桃之助が和の国を統治いたすという、いたすのあのドンのやつですよね。28歳になってね、あのもう28歳になって顔が初めて描かれたところかな。かっこいいんだよな、ここ雨の幅切りをパシッと刺して、うんうん、いいですよね。だから僕なんかワンピースの1話でどれがいいって言われたら、はい、いつもやっぱりメリーゴーが燃える、はい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 、はい、メリーゴーの名人、はい、あれがずっと離れなかったんですけど、はい、1051話かな、このここが描かれた時に、はい、この完成された1話感動して、もうそれに次ぐぐらいになりましたもんね。あー、なるほど、かなり食い込んできますね、はい、いや確かにあれは熱かった。でその後なんか最後のページはもうその赤座役人男がこう成立してる間をこう後ろ姿でね、歩いていく桃之助みたいなので、うん、光月家の家紋背中にドーンあって、うん、あれもうめちゃめちゃかっこよすぎたんで、ね、かっこよかったもう、はい、でそんな桃之助の統治いたすの時の、はい、桃之助、こちらでございます。ちょっとね、神木さんの思い出に泥を塗る感じにはなる、まあ綺麗にできたんで、綺麗にできた、綺麗にできた順に今から紹介していきますね。はい、はい、
顔以外完璧。なかなか顔以外完璧だと思いますよ。顔以外じゃないですよ、神木さん。あの、はい、雨の幅切りがギターになっちゃってるんですよ。ギター侍ですよ。畑ヨークみたいになってるんですけど。畑ヨークがイケメンになったみたいな感じになってますけど。いや、だからさっきのあれじゃないですか、神木さん。刀とかっていう概念が AI の中に、うん、確かにここまで大きくなくて、うんうん、それと代用するもので、はいはいはい、でこう一番可能性が高いのはみたいな、うん、こう計算の仕方するんじゃないですかね。しかし、こう髪の毛結構完璧じゃないですか。髪の毛も完璧だし、このなんつうかフォルム完璧ですよね。フォルムは完璧ですね。もう、顔だけ隠したくなる。顔だけ隠したくなる。顔だけこう隠したらかっこいいですね。俳優さんがちょっとな。でもやっぱりこのアジア系の人を使ってくれてる感じですね。あ、そうですね。確かに確かに確かに。さっきとは違ってるんで。わあ、だからそうか、そういう判断もあるのか。だから和服、この服って和服だな、うんうん、ということはみたいな感じで判断するのかな、うんうん、そうですよね。うわ、すごいな、そう考えると。すごいすごい、かなりこううまくいった。はいはいはい、ね、まあ、どのシーンかって言われたらすぐ分かる、ね、分かりますね、うん、続いては片栗いきますか。片栗ね。うまし、これ なんでそうそうそう、なんでこのシーンなの。まあ、あのまでうまし ドーナツっていうとこ、まあみんなが知って見てる人たちも知ってるシーンだし、はい、なんかカラフルそうじゃないですか。カラフルですね、めちゃめちゃドーナツがあって、お菓子がいっぱい周りにあって、カラフルだし、片栗のその大きなお口、はい、どう AI は表現してくれるんだろうかっていうところで。あ、なるほど。だから AI で CG 生成って分かってるから、それに映えそうなやつをあのチョイスしてくださったっていう。片栗はそうですね。なるほどなるほど。でも片栗が、まあ、ルフィとの戦いで余裕があるから、あ、ドーナツタイムみたいな感じで、うん、まあ、食ってた、見たなっていう、うん、あそこですよね、あのところが、まあ、どうなってるのかっていうのが。片栗のその違う一面っていうか、かっこいいだけじゃないっていうところは。そうですね、かっこいいだけじゃない、かわいいみたいな、うん、まあまあ、ね、まず大前提めちゃめちゃかっこいいですからね。うん、かっこいい、やっぱりそういう一面があるんだっていうところが印象的なところですよね、はい、そこを AI がちゃんと理解してくれているのか否か、はい、おお、頑張ってるなこれ。いや、これ足が綺麗なのがちょっとあれだな。わかりますね、めちゃくちゃ。いや、一応わかるけど、なんなんだよこのなんか。反応的ではあるな。まあ、だからそういうミュージシャンというか、なんかそっち側でこう表現されてんのかな。さすがでもドーナツとかはもうむしろこっちの方が綺麗ですもんね。まあ、そうですね、ドーナツはやっぱり完全にこう認識はしてくれたけど、あるんでしょうね、完璧ですよね。ただその中心にいる人物が該当しないと、データの中に顎がないからね。顎は捨ててますもんね、これ。顎はもう捨ててますね、完全に。そんなやついるわけねっていうことで。で、片栗が履いてるパンツのピチピチ具合というか。あ、そうですね、タイトな。それは表現できて。タイトなのは出てますけど。テカテカしたのは。気持ち悪いんだよな。気持ち悪いですね。だ、色合い的に、はい、まあ、そういう中性的なこう色合いに見えたみたいなことなんですかね、うんうん、なんか、で、それで紫とかをこう多めに設定したっていう。まあでも分かる、まだ分かりますねこれ。わ、そう、ドーナツがやっぱり決め手で分かるな、ちょっと。どこの進化って言われたら確かに分かる。続いて、あ、ここでこれですね、神さん、ホラナ折れねえのここですね。あ、ホラナ折れねえ、これは好きなシーンですね。あそこはもうめちゃめちゃかっこいいシーンです。かっこいい。これが海賊かっていうね、あの、うん、チョッパーが初めて見る海賊の秋というかね、気合というか、ヒルルクの桜の旗を命がけで守るルフィをご覧ください。なんかできそうな感じしますけど、うん、できそうな感じがあるんですけど、旗もありそうだし、そうですね、ポーズもありそうだし、ルフィも別に複雑なフォルムじゃないし。そうですよね。じゃ話ずれるんですけど、はい、もし先生の中でヒルルクが見たあの桜っていうのはワノ国ですかね。うわ、難しい。なんか昨日かな、僕読んでたんですよ、ちょうどドラム教のとこ読んでて、はい、でヒルルクって思えば謎だなと思って、はい、あの人なんか昔大泥棒だったんですよね。はい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 。ちゃんと出身は生まれたのはドラム島って言ってるんですよ自分で、はい、だけど海に出て遠い西の方に行って桜を見て病気が感動して治ったみたいな感じだと思うんですけど、はい、その過程で多分海賊にも会ってるんですよね。だから海賊の、はい、まあ、誇りみたいなものにすごい感銘を受けて、あの海賊旗を、ね、自分のところにこう掲げたようなところがあるので、この辺なんかで、あ、でもドラム島ってあのまだ分かってないその黒ひげの話とかあるじゃないですか。はい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 、はい、本当になんかまだまだ本当にあるのかもしれないなと思って。
それで言ったらロジャーと白ひげが、まあ、桜の木の下で、うんはいはい、あの俺はもう長くねえとか、はい、D について知りてえか、うん、うちにも T してやつがいるっていう、うんうん、あれって時系列的にいつ頃なのか問題がまずありますよ ね、 そうですよね。仮にラフテルを制覇した後に、うん、その空白の1年みたいなロジャーが空白の1年のそこの期間中に行ってるんだとしたら、うん、なんかちょっと和の国だと不自然な感じがするんですよ、うん、っていうのはそうですね、おでんに合ってないし。そうなんですよ、サウスブルーのバテリラに、うん、あのいたっていうのがあって、うん、でおでんは2番目に降りたっていうのがあるんですよ。まず、うんうん、まずロジャーが例えばサウスブルーのバテリラに降りてて、おでんが、その次に和の国に行ってるんだ、うん、あの降りてるんだったら、うん、バテリラからわざわざ和の国まで行って、うん、その後白ひげと酒飲んでまたバテリラに戻ってきたみたいな話になっちゃったりすると思うんで、だから俺の中では桜の木あの木っていうのは知らないところとか、 むしろバテリラに近いところというか、うん、こんな感じで一応考えてます。なるほどなるほど、うん、まあそんなこんなもありますが、その来ました伝説のシーン、はい、おもうめちゃくちゃです。もうめちゃくちゃです。かわいい子供がいるな。全然認識してくれてないです。このこう握ってる感じは出るかなと思ったんですけどね。いや、そうね、シルエットは出せるのかなと思ったんですけど、もう意味が分かんないんですかね。青忍者がいますね。青忍者がいて、国旗が、まあ、旗は認識してくれたんですけど、はいはい、だから海賊とかドクロとかっていうのも、なんかダメなのかな。なんか、そういうフィルターあんのかもな。あとだけ頑張ってますけどね。例えばなんかホラーとかゾンビとか、はい、なんか首が吹っ飛んでるのとか、うんうん、そういうことを表現することはなんかできないのかもな。なんか倫理的になんかそういうのかかってるかもしれなくて、だからこそなんかこうね、刀がギターになったりしてるみたいな、うんうん、あの頂上でボロボロになって旗掲げてるのはなんかダメだったのかな。何にも分かってくれてるし、松の木もあるし、松の木ありますね。なんか人物は描いても良さそうですけどね。ああ、そうですね。シルエットとして顔を認識できなかったのかな。ルフィが立ってる塔の先端を青忍者だと思ってますよね、はい、ああ、そうですね。確かにですよね。これやめてほしいですね、この感じ。いや、もうがっかりなんですよね、だからこれは。本当だったら、いや、もう全然分かってくれてないからさらに命令書き直して、はいはいはい、とかってやるんですけど、もうそのまんまこんなこともあるんだよっていうので、まあそれで言ったら、まあ一番ひどいのがそのまあ神木さんのチョイスが悪いですよ、多分。あの、本当ですか。なんだっけ、あのダーンってやつ、あのフランキー、アルティメットハンマーの、はいはい、好きなんですよ僕。ネロ倒した時だっけ、違うな、はい、そうです。あ、そうか、海列車の上でネロ倒した時の、そうです、ボーンつって、でこれ、はい、多分海列車の屋根突き抜けて、はい、あの CP9 のところに合流するんですよね、サンジのところ。で、あれは確かに俺も好きだしかっこいいんですけど、いや、あんな複雑なのをお願いしたらもう好きないですよね。なんかワンピースの中で一撃で好きなのはどれかって言われたら、アルティメットハンマー絶対入るんですよ、3本。はい。あ、いいんだ、これだ。ちょっとマジわけわかんないですよ。確かにな、顔も見えてないしな、あんな腕がまずいないしな、史実にいないから、歴史の中に。まだその辺は AI は追いついてない。で、多分暴力的な表現も多分ダメでしょ。確かに。だからもうそうなるとこうなるっていう、逆に楽しみなパターンですけど。絶対わかんない。どこだけ頑張った。俺間違っただろって思われそうなんだよな、あの元の画像を。いや、本当にあれでやったんすからね。これむしろワイパーに近いもんな。そうなんですよ、ワイパー、え、これワイパーの画像どれだっていう、なんか俺一回間違った、なんかワイパー2個やっちゃったかなと思ったんですけど、いや、もうこんなんすからね。ドボンだけ頑張ってますね。色合いも若干まあって感じなのかな。何を持ってるんだっていうところですもんね。なんか持ってるんだけど、それを認識できないから、うんうん、持ってるのがもう何なのかが分かんないっていう。現実世界にないものを持ってるのに。そうですね、今ここまでで分かったのが、やっぱり現実世界にないものをどうやって代用するのかみたいなのを AI は計算して出してくれると。で、攻撃的なものに関してはそのまま翻訳しない可能性があるというか。しかもかっこよく見てるんだもんな、こっちをモデルさんは。いや、そうですね、確かに。これでしょみたいな感じで見てますね。はいはい。合ってるでしょみたいな。いや、面白いな。これは分かんないな。これは絶対分かんないですね。桃之助とやっぱり片栗ぐらいまでは分かるとして。そうですね。はい。またむずいな。いや、こんな感じでございます。面白い。
いかがでしたでしょうか。まあちょっとね、皆さんのちょっと皆さんのご意見もお聞きしたいですね。好評だったら自分のチャンネルでもやろうかなこれ。面白かったな。いろんなの見たくなりますよね。そう、もっと全部見たくなりますんで、ね、これはどうなの。ナミさんとかね、例えばナミさんとかロビンちゃんとか、なんかその辺はこうかなりね可愛く、女性綺麗ですもんね、 AI のね、女性めちゃめちゃ綺麗なんで、から、うん、ちょっとコスプレイヤーっぽくみたいな感じで命令して出したら、え、神木さんちなみに女性で一番好きなの誰でした？僕は吉岡里帆さんか。あ、すいません、女性吉岡里帆さんじゃなくて、あのワンピースのカットしないで、今のカットしないでくださいよ。ちょっと恥ずかしいんだけど。ワンピースのキャラですよね。いや、ワンピースのキャラで言うと分かってますよ。ワンピースのキャラか、まあちょっと王道以外で言うとスカーレット、あー、なるほど、レベカのお母さん、はい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 、とか、かなり渋いところですね。いや、確かになんか可愛いですよね。可愛いです。なんか髪型とかもなんかちょっとだからビビも好きなんですけど、はい、上品っていうか頭がいい、育ちがいい感じ、育ちがいいし、なんかこう偏見してない丸い感じがしますね、うんうん、ロビンってちょっとこう、はい、冷たい感じがするんですけど、うん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 、スカーレットは確かに優しいし気品もあるみたいな雰囲気が出てます、うんうん、そうですね、まあ、あの辺 AI やってみて、 CG やってみてーなあのリクエストいただいた。今度はあのスカーレットはマストで、あのあ、女性も入れとけばよかったな。なんか僕らといえばみたいなところあるんで、はい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 、やらしい話ばっかりしてるっていつも言われるんでなるほどなるほど、はい、いや面白かったです、ありがとうございます。いやちょっと好評だったらまたなんかやりましょう、はい、まあ、また月曜日はあのジャンプ会よろしくお願いいたします。はい、ジャンプ会よろしくお願いします。多分あのチャンネルやめない限りこれワンピース終わるまでやってると思うのではいというか終わってもまだね、話せることはいっぱいあるから、いやもうとことんまでこう楽しみたいですね。はい、三日間ありがとうございました。いや、ありがとうございました。一瞬でしたね、一瞬でした、はい、すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またすぐ月曜日来ますけども、その時よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。ということで、もっちー先生、三日間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あちでございます。あちでございます。